秋山虎重、敵の女上司を愛した武田の猛牛。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのは武田家臣秋山虎重。従来信友で知られていましたが、現在では正式な実名は虎重であるとされています。徳川家康に猛牛と称され恐れられた不変者だったのですが、この方、絵姿などを見てもわかるようにかなりのイケメンだったとも伝わっています。しかも戦場で敵の女上司にプロポーズしたという熱いロマンスまで残していて、最近では女性ファンも多い武将です。今回はなぜかあまり語られない前半生とともに秋山虎重の生涯についてお話ししていきましょう。信玄の信頼厚かった若武者秋山虎重の青年には諸説あり、大永7年から享禄2年1527から1531年頃、甲斐の国つつじが崎館で生まれたようです。父は武田家臣の秋山新左衛門。秋山氏は武田宗家と同じ甲斐源氏の流れを組む名門でした。天文10年1541年に元服した際に、当時まだ甲斐にいた武田信虎から偏気を与えられて虎重と名乗り、狛江紅白祭の寄り子となりました。信虎が駿河へ追放されると、武田の家督を継いだ信玄晴信に近従、翌年の諏訪攻めで初陣を果たし、若年ながら大いに武功を立てたとされます。天文14年1545年、信濃平定に燃える信玄は伊那を攻めますが、この時虎重は美濃は福余城への一番乗りを果たし、敵将を捕らえることに成功。虎重は伊那春近の土豪ら50騎からなる春近衆を預かる侍大将へと昇格しました。天文16年1547年、山本勘助と共に重要拠点高遠城の大改修を命じられて以後、20代前半の若さで伊那の軍代に任命され高遠城の守備にあたります。弘治2年1556年にはさらに南下伊那の飯田城に城代として入城。入城年には移設あり、春近衆に加えてさらに200騎計250騎という武田家臣の中でも最大規模の兵力を預かり、三河美濃方面へ睨みを利かせました。織田との同盟の使者に永禄3年1560年、桶狭間の戦いで武田の同盟者今川義元が織田信長に討ち取られると、信玄は信長に急接近、同盟して駿河遠江まで射程に入れようと考えます。この同盟交渉の任に当たったのが虎重でした。虎重は交渉外交能力に長けて教養も高く、礼儀作法などにも通じていたそうです。虎重は永禄8年1565年、諏訪勝頼と美濃遠山氏の娘で信長の姪劉璋院との婚儀を整えます。続いて永禄11年1568年には信長嫡男織田信忠と信玄五女松姫との婚約を取り付け、結納返礼の使者として岐阜城を訪れ、堂々たる振る舞いで信玄の名代を務め上げました。信長は鵜飼や能を披露するなど盛大に歓迎し、虎重を手厚くもてなしたと言われています。上村合戦武田の猛牛。この年の暮れ、信玄は駿河侵攻を開始。ところがついでに虎重を遠江へ進軍させたため、織田の同盟者徳川家康からクレームが入り、両者の関係は悪化していきました。元亀元年1570年の冬、家康は武田へ人質に出していた威夫帝松平康俊を甲斐から脱出させます。人質預かり役だった虎重はこれを追跡して東美濃の遠山市領に侵入しました。遠山市は武田に侵入していた黒人衆でしたが、織田と隕石関係を結んでいました。
戦術した勝頼正室劉松陰の実家であり、岩村城主遠山景遠は織田信長の叔母お通夜の方を正室としています。そのため遠山一族は徳川方に加勢、虎重は進軍を阻まれ上村岐阜県恵那市で戦闘となります。虎重の兵は2500ほど、対する遠山徳川勢は倍の兵力でしたが、虎重は奇襲を用いて明智遠山氏当主遠山景行を廃止させました。この時の猛攻ぶりに徳川家康は、さても恐ろしきは秋山虎重、武田の猛牛なりと震撼したといいます。戦には勝ったものの、松平康俊を取り逃がしてしまった虎重は、信長の援軍が来たため信濃へ撤退。その後虎重は上洛に向けて動き出した信玄の命を受け、伊那の大島城を大改修して城代となりました。岩村攻め、戦場のプロポーズ。ついに元亀3年1572年10月、信玄が征城作戦を開始。虎重は武田と織田が領地を接する要所岩村城の攻略を命じられます。この少し前、岩村城主遠山景遠が上村合戦で受けた傷が元で没していました。景遠には実子がなく、信長の五男御坊丸を養子に迎えましたが、未だ幼子。岩村城は未亡人となった正室お通夜の方が実質的な城主として采配を振るっていました。岩村城は井戸が多く備えられていて濃霧が発生しやすく、霧が出ると城の姿が隠れてしまうため霧ヶ城と呼ばれていました。守りも堅牢で水の手が切れる心配もないため、お通夜の方は信長の援軍を待って籠城します。しかしこの頃織田軍は長島一向一揆に手痛い損害を被ったばかり。お通夜の方が頼みとする援軍はなかなかやってきません。長引く籠城に兵糧が不足し始め、城兵の士気も下がってきます。お通夜の方は覚悟を決め、我が首と引き換えに城兵と跡継ぎの命を助けてほしいと虎重に降伏を申し出ます。しかし虎重は降伏を受け入れるにあたり、お通夜の方に別の条件を提示したのです。我が妻となっていただきたい、さすれば城兵御坊丸殿の命ともにお助けいたす。まさかのプロポーズでした。一説には織田との同盟の使者として岐阜城へ出入りしていた時に、虎重がお通夜の方の美貌を垣間見て化粧していたとも言われています。信長を裏切って投降し敵将の妻になる、それは夫亡き後を城を預かってきたお通夜の方にとって死よりも辛い条件だったかもしれません。しかし皆の命がかかっている以上、彼女に断る道はありませんでした。虎重とお通夜の方。岩村城は開城し、お通夜の方をめとった虎重は城代として入城、大島城代との兼任でした。約束通り除名された御坊丸は人質として甲斐へ送られます。この時虎重は40代半ば。冒頭でお話ししたようにイケメンだったと伝わります。お通夜の方もおそらく30代半ばですが、美形揃いの織田の血筋だけあって美貌で名高い女性でした。敵同士だった妙齢の美男美女カップル、なんだかとっても色っぽい話ですよね。元亀4年1573年4月、征城作戦半ばで信玄が没し、勝頼が武田の家督を継ぎます。この年武田方だった奥三河の黒人衆奥平定政が離反して徳川方へ寝返り、東美濃周辺での織田方との攻防も激しさを増していました。そんな中、虎重とお通夜の方は次第に心を通わせ、束の間の幸せを手に入れます。ほどなくしてお通夜の方は懐妊、当時としては超高齢出産でしたが、無事に男の子が誕生しました。虎重にはお通夜の方との婚姻以前に何人かの娘がいたようで、秋山の跡取りとして婿養子を取っていますが、実の息子は初めて。喜びもひとしおだったことでしょう。男児は御坊丸の弟として六太夫と名付けられました。し
しかし武田と織田、敵同士の血を引く子ですから、戦ともなればどちらが勝っても負けてもその命は危険にさらされます。そのため六太夫の誕生は公にされず、岩村城内で密かに育てられました。岩村城の戦い。天正3年1575年5月、長篠の戦いで武田軍が織田徳川連合軍に大敗。武田は虎重の盟友山形正景をはじめ、多くの名臣重臣たちを失ってしまいました。信長は武田に対する攻勢を強め、奥三河の武田方市場を次々と攻略。6月には嫡男信忠に岩村城を包囲させます。信忠といえば、かつて虎重が使者となって松姫との縁談をまとめた相手。しかしこの婚約は破棄され、慕い合う若い2人は敵同士となっていました。虎重としてもどこか自分の境遇と重なるところがあったことでしょうが、今は互いに全力で戦うしかありません。虎重は飯田に抜ける供給ルートや食料、水源を確保、籠城準備を万全に整えて信忠軍を迎撃します。同時に勝頼に援軍要請を出しますが、遠江での攻防に追われていた武田軍には余力がなく、虎重はゲリラ戦を展開して数で勝る信忠軍を翻弄しつつ援軍を待ち続けました。一方で信忠は歴戦のベテランを相手に苦戦、兵糧攻めへと転じますが、補給を完全に断つことができず、包囲は5ヶ月にも及ぼうとしていました。11月に入ってようやく勝頼は岩村に向けて出陣しますが、雪に阻まれて行軍がままならず、その間に勝頼出陣の知らせを受けた信長が京から岐阜へと戻ってきました。この状況を見た岩村以外の遠山一族が織田方へ転じ、岩村城の補給ルートがついに断たれてしまいます。城内では寒さと飢えで命を落とす者が出始め、もはやこれまでと悟った虎重は信忠に降伏を申し入れました。信長も虎重をはじめ城内の者たちの除名を約束し、ついに岩村城は開城となりました。長良川の梅雨と消える。ところが案の定というべきか、虎重は信忠の陣へ除名の礼をしに出頭したところを捕獲され、岐阜へ送還されてしまいます。お通夜の方も捕らえられ、夫婦重臣ともども長良川の河原において逆さ張り付けの極刑に処されました。お通夜の方は処刑前に、約束を破った信長は今に報いを受けるであろうと叫んだと伝わりますが、こうなることは虎重に嫁いだ時から覚悟していたでしょうし、虎重も自らの除名を望んではいなかったでしょう。あくまでも城兵民衆の除名を叶えるための降伏でしたが、そんな願いも裏切られてしまいます。岩村城に残る遠山の兵は焼き討ちにされ、撤退途中の武田の兵も殲滅されました。夫妻はさぞや無念だったでしょう。わずかな救いは、御坊丸が織田へ無事の帰還を果たしたことと、六太夫が落城前に落ち延びたことでしたが、この義理の兄弟たちも互いに相まみえることなく、それぞれに戦乱の渦に飲まれていきました。長じた御坊丸は織田勝長と名乗って実兄信忠に従いましたが、後に本能寺の変で二条新御所にて討ち死に。六太夫はというと、信長の手の届きにくい瀬戸内まで落ちていました。安国寺恵慶を通じて小早川高景に仕え、後に村上水軍、能島の村上元吉と共に関ヶ原合戦の前哨戦にて討ち死にしたといいます。まとめ。武田信虎、信玄、勝頼と三代に仕えた秋山虎重、戦にあってはその勇猛さから徳川家康に武田の猛牛と恐れられ、外交交渉も得意な強要人、さらにはイケメンと三拍子揃った名将でした。敵将の未亡人お通夜の方をめとって束の間の夫婦愛を育み、六太夫という男児に恵まれました。武田と織田の争いが激化すると、織田信忠を相手に半年近くも孤軍奮闘して岩村城に籠城しますが、ついに降伏。妻と共に長良川で逆さ張り付けで処刑されるという
凄惨な最後を遂げました。儚い戦国ロマンスとして語り継がれる名将秋山虎重と女城主お通夜の方の物語は、複雑で残酷な運命に翻弄された当時の人々の悲痛な思いと生き様を今に伝えています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。